ジョイ・アーネットは、プエルトリコのプロレスラー、オルミグベロス出身、ヘスウス・デレオン、ミスター450のリングネームでフィップや RPW で活動していることで知られる。弟のモーガニ・アーネットもプロレスラーである。2004年、プエルトリコのインディー団体であるザ、ザウェイにて、ハメットのリングネームで、プロレスラーデビューを果たす。2005年、ビクター・キニオニスが主催するいわ、 カルロスコロンが主催する WWC に参戦。11月5日、WWC32ND アニバルサリオ2005にて、クリス・ジョエルと対戦して勝利した。2006年5月6日、岩にて、岩ジュニアヘビー級王座を保持するブリッツに挑戦して、勝利し、ベルトをダッシュ。9月9日、WWC にて、 WWC 世界ジュニアヘビー級王座を保持するブレントデールに勝利。ベルトをダッシュした。11月23日、WWC クロスファイア2006にて、WWC 世界ジュニアヘビー級王座争奪バトルロイヤルを行い優勝し、2度目の王座を体感。2008年、活動の拠点をアメリカへと移動。12月20日、イリノイ州を拠点とする AW の案。 ツイステッドクリスマス2008に参戦。女子レスラーのジュリエットと組んで、ハンター・マッシューズナイト・ワグナーと対戦するが、敗戦した。2009年、ウィスコンシン州を拠点とする NWA、加盟団体の BCW、メイン州を拠点とする NWA オンファイヤー、イリノイ州を拠点とするドリムウェイブ、イワミッド・サウスといったアメリカ中西部の団体に参戦。 2010年2月19日、イリノイ州の NWAL チャ、シカゴ旗揚げ戦にて、スティーブ・ボスト、初代 NWAL チャ、シカゴヘビー級王者決定戦を行い勝利。初代王者となった。2011年4月9日、ドリームウェイブアニバーサリー通にて、ドリームウェイブオルタネーティブ王座を保持する、メイソン・バック、ダン・ローレンスとトリプルスレッドマッチ形式による王座戦を行い勝利し、 ベルトをダッシュ。2012年2月17日、ビリー・コーガンが、イリノイ州にて主催する、RPW のビシャス・サークルにミスター450の、リングネームで参戦。マットクロス、リコシェとサンウェイマッチを行うが敗戦した。8月31日、フロリダ州を拠点とする NWA 加盟団体の、フーのカウヘッドショーバッシュ2012にヘスース・デ・レオンの、リングネームで参戦。 フーフラッシュ王座を保持するリンセドラドに挑戦するが、ベルトをダッシュするに至らなかった。2013年4月21日、プエルトリコのサンフアンにて旗揚げした団体である、WWL のアイドルズオブレスリングに参戦。初代、WWL 世界ヘビー級王者決定バトルロイヤルに出場するがベルトを、ダッシュするに至らなかった。8月9日、 フロリダ州を拠点とするフィップのヒートストローク2013に参戦。マネージャーにサーソリベラを従えてケネス・キャメロンと対戦し、最後に450度スプラッシュを決めて勝利した。10月、初来日を果たし全日本プロレスのアニバーサリーツアー2013にミスター450名義で参戦。同月14日、佐藤光と組んで井上正夫 金丸義信と対戦して最後に、井上に450度スプラッシュを決めて勝利した。同月26日、全日本プロレス参戦中でありながらアントニオ猪木が主催するイグフのゲノム29に出場。剣道家臣と対戦するが、なだれ式飛びつき腕ひしぎ逆十字固めを極められ、敗戦した。2014年1月、再来日を果たす。同月十六日、 0 1ゼロ一にてゴキブリマスクと対戦して最後に450度スプラッシュを決めて勝利。2月18日、ミスター、ガンノスケプロデュースキシンドウリターンズ15に参戦。DDT プロレスリング所属の安浦野と対戦するが、敗戦。3月、ザグレートサスケが主催する、道の区プロレスに参戦。同月21日に、第18代東北ジュニアヘビー級選手権。 王者決定トーナメントに出場し、1回戦で、ジマ丸と対戦して、わずか2分で敗戦した。9月26日、フロリダ州を拠点とする NWA、加盟団体である SPW の、シグネチャープロアンダーグラウンドシャインズ3に参戦。フーフラッシュ王座を保持する、リッチスワン、リンセドラドとトリプルスレッドマッチ形式による、王座戦を行い勝利し、ベルトをダッシュした。 12月18日、WWENXT に出場。ブルデンプシーと対戦するがジョバーとしての役回りであり、ダイビングヘッドバットを決められあえなく敗戦した。2015年2月15日、ティネのワンナイトオンリーであるエクストラビギアンザ2015に、本名であるジョンヤーネット名義で参戦。アルティメット X の出場をかけた予選で、マニックと対戦するが敗戦した。 同月21日、WWL リベリオンエンエルスール2015にて、WWL アメリカス王座を保持する BJ に挑戦。最後に450度スプラッシュを決めて勝利して、ベルトをダッシュするが試合後に、急遽ジョー・ブラボーとの王座戦を組まれ敗戦。1日の天下に終わった。8月1日、WWC にて、WWC ユニバーサルヘビー級王座を保持する。 チカーノにウェポンズケージマッチで挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。同月19日、WWENXT にて、ジェシー総連戦アーロンソロフロリダを拠点に、する、地元レスラーと組んでコリン・キャサディエンツア・モーレ&、ハイプブロズと対戦。圧倒される、メンバーの中で唯一はモーレにサッカーボールキックを、決めるアピールを見せた。450度スプラッシュスーイドダイブほか、 アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。